第15代エロル伯爵の肖像画第15代エロル。伯爵ジェームズ兵は、イギリススコットランドの貴族。1726年4月20日、第4代、キルマーノック伯爵ウィリアム・ボイドとその妻ンの息子として、スコットランドのフォルカークに生まれる。署名は、ジェームズ・ボイドだった。後継ぎの兄が死去した1728年から、 父が借位を接収される1746年まで、ボイド教の儀礼称号を使用した。父はジャッコバイトに加担した角で1746年に、大逆罪で有罪となり、処刑の上、キルマーノック伯爵位も没収されたので、ジェームズは、父から借位を継承できなかった。1758年8月19日には、オーの第14代エロル女伯爵メアリー兵から、 スコットランド貴族社位の第15代エロル伯社位を継承した。この継承に際してジェームズ・ヘイに改正した。1751年から1752年にかけてフリーメイソンのスコットランドグランドロッジ、グランドマスターを務めた。1770年から1774年にかけてスコットランド貴族の貴族代表議員として貴族院議員に列した。 議員としての所属政党は、トーリー党だった。1778年7月3日に死去した。1749年に、レベッカ・ロックハートと結婚し、彼女との間に一女メアリーを設けた。彼女は、陸軍将校ジョン・スコットと結婚した。1761年にレベッカと死別し、翌1762年にイザベラ・カーと再婚した。 彼女との間に三男九女を設けた。長男ジョージは第16代エロール伯爵、次男ウィリアムは第17代エロール伯爵位を継承した。また次女シャーロットはウィリアム・ホルウェルと四女・オーガスタは第4代グラスゴー伯爵ジョージ・ボイルと五女・マーガレットはチャールズ・キャメロンと結婚した。ありがとうございます。